はい、ということで英語の物語対戦イベントIn復刻イタリアイエタナやっていこうと思うんですけど、なんだお知らせは何でしょう。あ、協力イベント、あ、それを使ったんだ。多すぎに願い事、はいはい、キャラ分かりますよ、分かりますよ、分かります。いろいろ本当でも考えるな、この企画はな。対戦が明日明後日だから来週っすか。やっぱりな、本当企画力というかあれだな、イベントを挟みますね。ということで協力は来週頑張りますとして、対戦イベントをやっていくんですけど、だんだんあれですね、低下してて、ちょっとあれですね、やばいとこ来ましたね。というのは、勝率的にはこんな感じで、ちょっとかなり落ちてきましたね。デッキ的にはほぼこれ固定で、午前中、昼ぐらいは良かったんですかね。夜ぐらいになってなんかだんだん勝てなくなって、なんか雲行きが怪しくなってきて、これは要は、イベ補正効くし、玉コンボ使える。玉コンボをとりあえず試そうということでこれ入れたんですよ。ただあまりにも火力不足でなんかもう、置物になる瞬間が多いというところで。で、これはまあ個人の好みであれですよね。コスト的にも 70% カットできるし、ただリーダー次第というところがあるで、なんとも言えんところですよね。そうやってやっていくと結局コストがまたね、しゃーないでまあ突起入れとくかみたいな感じで、これなら大体貫通できるんで、もうこれもイベ補正ですよね。火も抜けるし、まあいいんじゃないので、ヒッタ入れたいけど、そうだな、コスト的に考えるときついとこもあって、まあもうちょいこれ突起を下げてここにヒッタ入れるってのもあるけど、まあこっち誰かなーって言ってもなかなかあれですよね。多分これは100コストが116ですかね。火力やりに多分した方がいいでしょうね、これなんか。玉コンボも微妙だな、なんか。まあいいや、とりあえずやっていきましょうということで、レッツラドン。午前中そうだな、何遍も繰り返すけど、昼と夜でなんかあれですね、昼ぐらいで、こんな適当でもいいのかと思ったら、なんか夜になったらズル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 なんか、ステップへ落ちて、あれ、上がってきて、今上がってきたとこですかね、確か。120ぐらいだとこれ火力寄りなんかなと思いますわね。揃える環境的に。だから、なんか、何これ、ネット、どっちだろう、私の回線かな。あ、リチャードとかあそこら辺を入れて固めた方がいいのかな。でもあれだな、メンバー的にはあれだな。ね、どういう風なんだろう、これ。英語物語のサーバーの方なんかな、よくわからんすけど。やっぱあれかね、なんか、玉コンボとかにするより、火力寄りにした方がいいんですかね。結構玉コンボも対策されますもんね。火変化とかで。やられるケースが多い、結構。ボーダー、トレース、インテリア、コロン、フロンティア。所詮師匠は渋くねえか。あいつが残っとるな。マジョリティ、タイプ、ピース、カップル。あらな、ラムが出てくるわな、やっぱな。タジバもそうだな、コスト的にいいよな、30いくつで、あの火力は魅力ですもんね、やっぱり。出てきやがったな。火変えるんか？ Useless, careless, boring, absent。ジミヘンも使うな、やっぱな。Useless。あれは変えてもよかったんじゃない、火に、逆に。どっちみちやられたとてもさ。お、なんかエラー雨降ってきたな。ピザで。ファイアファイター。梅雨だな、エラー雨降ってきましたね。これの音入るんかな。ファイアファイター。俺をリーダーに押したで言っとるんかな。私あれですよ、そういう躊躇心が全くないですよ。
familiar, distant, ああ、そうか。Wild, あ、ヒッターが俺でいいか。あの、あれだな、だるまが残っとるかも、あれ。打てましたね。To taste a small amount of something, reject, sample, neglect, share. 玉昆布でもやっぱ使うよな。体力が多いからあれってこと？なんかみんなあれだな、にぎわ的だな。やっぱあれだな、ウッピー玉コンボがめんどくさいよな、ほんと。ほんでこれであれだな、味方に剣心がおるとめっちゃ助かるわ。あーちょーって。Passion. 俺か。あーちょーっていくもんな。これ向こうへ行くか。The fact, the way, the truth, the case. そっちの方がいいよな、多分。The way. めっちゃ考えたわ。ウッピーをやらせてからウッピーに来んのか、ウッピーに来んのか、これ俺の方に来るんか、なんだこれ、どういう判定なんだろう。これどういうあれなの、あのあれ、ウッピーに今行かんかったんだ、自分に来たんだ。いや、ウッピーに行くもんで、ウッピーに行きゃ次私使えばいいわと思ったんだけど、どういうあれなんだろう、あれって。あの、玉コンボ。玉コンボのあれどういう風なんだ、自分で選べんのか、自分に向けれんのか、玉コンボ。あの、玉みかんめんどくせえな、あいつ。しれっとしたあの、ニコッとした顔しやがって、あの、満面の笑みが。Organization. あの、みかんめ、ほんとに。あいつめんどくせえな、玉コンボ。いや、向こうもめんどくせえと思っとるはずなんだけど。回復しやがるんか。Favor, yield, contain, budget.回復を止めろってどうなの。Yield. なんで謝っとる。ウッピーを湧いてくるな、ほんとな。To give someone a prize or money, punish, award, transfer, replace. まあ、罰ではないな。うん？Award. なんか一番偉い忙しいの。体力的にどうだこれ。クリミナル、ロイヤー、ポリスマン、ソルジャー。耐えれるよな、多分。耐えれましたね。Thanks。ウッピーめんどくさいな。Thanks。 いやでも味方におると助かるな。ウッピーにあのあれ剣心なんとかあれですね。なんかあれだな、やっぱ微妙だな。玉コンボがいいのか悪いのかよくわからんですね。結果的にこのデッキずっと使えてきて、ちゃんとこれで200問いくようにきっちり、きっちりじゃないけど、そうだな、これで負けてるんだからデッキが悪いってことだな、単純に。いや今の戦い方の私が悪いって言われたらそれまでだけど。
そうだな、イベ補正聞いてもまあ微妙だな。とりあえずまあまたいつものごとくデッキ変えていきますということで、はい、ということでチェンジ。はい、ということでこちらもデッキ変えてきまして、なんだこちらもデッキって日本語っぽくねえな、文法っぽくねえな、まあ、とりあえずさっき見とるの分かるんで、七夕のイベントチケットいただきますということでありがとうございます。これは来週頑張るとして、こっちはこんな感じの勝率できてそこまで良くないですね。昨日どんなもんで終わったんだろう、9の5ぐらいで終わったんじゃないですかね、多分うる覚えだけど。とすると今日が17の10ぐらい、よろしくないですよね。でデッキ的にはこんな感じ、ほとんど近いですよね、構成的には。要は玉コンボにして、こいつこいつ、あのパレンケがある時とない時とどれぐらい変わるのかをさ見たかったですよね。だからここはあえて固定にしちゃいました。もちろん幻突してないばらつきはあるけど、あと初手がこれあれだな、あいつちょっともうちょっと下げます。あのあれ新潟さんが微妙に打てん、きついな、あれちょっと余す時がある。あいつ三河先生はいいけど、だからもう一つそうだな、4500ぐらい欲しいな火力が。そうするとなかなか入れるところが、あの攻撃で見るとこっち手持ち少ないというところもあるんですけど、ここら辺入れるしかないですもんね。30ぐらい出して、まあもちろんこれ使えりそうだけど、パレンケ使うとそこまで入れれんというところで、まあ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 とりあえずやっていきましょうというところで、レッツラドン。そう考えると玉コンボにしない方がなんかいいのかなと思いますね。お、さっき対戦で出会った人一人いますね。ちゃんと名前覚えてますよ。これもあれだもんな、あのワーキングメモリーの勉強になるもの。お、すげえすげえメンバー。お、何これ、俺が新潟になったらあれか、ファイブカード三河先生だな俺は。あのあれだ、微妙に打ち漏らす時がある。本当は強気で新潟さんたげりたいんだけど、新潟さんかみかんたげりたいんだけど、ここはずっとプライドを捨ててグッと押しこらえて、微妙に打てん時があるでしょ。三河先生でもそうだもん、3900で漏らしとるもんな。すまんすわ本当に。いかんな。これ何これ。なんかこれ他の言い方があるんだろう。多分。ショートじゃないかなと思ったけど、自信も通せんかった、あれは。パレンケか、そうか、どっちにしろパレンケか。行われる。このあれ、受ける方と。あっちのデラ苦手主語から考えなかんやつ。そうだな、あ、すげえな、田島使うんか、田島使うんか。田島使うんすか。火には変えんのか一応。あ、そうか、そうだな、ゴー先生おるもんな。田島使うか、重いよな。でもパレンケも変わらんか。でもあれだな、あの田島のが派手さはあるけど、パレンケのがあの堅実さはあるな。弱いてくるな、パレンケは。本当にやっぱ人のこと言えんけど、私も。シャンプー、スティッキーって言っちゃあかんよなこれな。シャンプー、シャンプーでもあるか。ん、何をなんかあれだ、あれか、蘇生と非変化でなんかあれか、戦っとるんか。蘇生使ってくれってことか。であれだろう、キリコが多分非変しとるもんで
そこの葛藤じゃなくて戦いがあるんだろう。違うか。あいつ地味にめんどくせえな、あの遅延。結構やられる。耐えれると思ったで多分お三方に計算して違うんかな。剣心が二人おるな。なんかあれだな、非変化しとるであれだろう。蘇生したいんだけどってとこだろう多分。なんかあれだな、もう番号がぐちゃぐちゃだな。これもあれだな、チャット機能とかなんか出したらあれかな。あ、そしたらか、音声入力で言いたい放題になっちゃうか。Disperse, accommodate, deliberate, accumulate, contradict。これでやっと非変化でもあれか。こっちは使わんかったんか逆に。まあどっちでも一緒か。あの蘇生した時の確率を考えたんかな、そこら辺は。愛ちゃん出てくるんか。あの頼む、漢字をやめてくれ。なんか凹凸とかデコボコとかそんな風に書いてくれよ。漢字はやめてくれ。まあここら辺はあれだな、まあ確かにその次に、火が出てくるっていう可能性も否定はあれだけど、蘇生してから使った方がいいんじゃないっていう多分あれなんだろうな。チャーリーがあれだな、投資しちゃうかもな。ここでなんで火使わなかったの逆に。使ってもいいよな、ここは。いや結果的には変わらんかもしれんけど。Against, around, sword, under。 蘇生の後は戦いか。いや喋らん時ってちゃんと問題読むんですよ。あの分かるでしょ、分かるでしょ、それぐらい分かってよ、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 分かってよ。だー際どいな、なんか両方あれだな。そのままあれだな、分けそうだな、なんか体力的には問題ミスもないし。 Thanks。弾がなんかよくわからんな、優位性があるのかないのか微妙だな。 Thanks。 何がなんかあれだ、だってこのデッキでさ、これが昨日どんなもんできとったんだろう。多分ちょっと待ってくださいよ、18の11ぐらいできとんじゃないかな。まあ、めちゃくちゃいいってわけじゃないですもんね。無難ってとこだもんな。あ、でもあれか、向こうのあのカバウのカズラデッキよりこっちの方がいいってことは、パレンケの方が優位性があるってことか。そこの差を見たいんですよね。パレンケ入れた方がいいのか、コストを下げてもカズラの方がそこそこ出せるならそっちの方行きたいとか、そういうところを見たいから。だからあんまりめちゃくちゃなんていうのは、両方のデッキをばらつかせんようにしたんですよね。1体か2体ぐらいで微妙な変化はどっちがいいのかっていうのを、勝っても負けても固定していくってこと。そんな感じのサンプルをいろいろ取っていきたいんですよね。だいたい1日10戦ぐらいあるから、まあちょっと少ないけどな、その試されとしては。っていうかあれだね、喋らんときはやっぱあれだな、問題をなんかあれだな、必死にあれだな、間違いように読んどるっていうのはあれだな、バレバレだな。まあ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 、というところでそんな感じできまして、そうだな、褒められたもんではないけど微妙だな。なんかここら辺のコストで弾を使うのかどうかが自分の中では焦点かなって。勝率的に微妙になるとなんか判断に迷いますわね。ボロ負けするとかボロ勝ちするなら優位性が見えるけど、逆にどっちつかずってことはどっちつかずのデッキってことなんでしょうね。あの結果から企業的に多変量解析分析的に
リサーチするってことで、またなんかお前めんどくせえこと言いやがったんだけど、まあとりあえず終わりましょうということで、あと2日間あるので、明日明後日があれか、無制限か、まあ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 月曜日ぐらいに、ああそうか、協力あるならチケット貯めとくか、そこまでここでお互い欲しいっていうやつは別にないし、ねえ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 、その40枚ありゃあれか、エンパさんとか育てれるしということで、まあ能書きいつも長くなるんで終わりましょうということで、はい、ということでそんな感じで、以上英語物語、いやここにやればちゃんとイタリアってで、イタリアって言えるんですよ、復刻イタリアイベント、コスト、あ、上に書いてあるな。いつも私が相変わらずことで、風コスト119でした。そんな感じで終わり、相変わらずいつもまとまんねえよ。アディオス。